玉川学園コミュニティバスの車両玉川学園コミュニティバスは町田市が玉川学園地区内で運行するコミュニティバスである小田急線玉川学園前駅を起点に3つのルートが循環経路で運行する愛称は玉ちゃんバス町田市より委託を受けて小田急バス町田営業所が運行を担当する玉急寮にある玉川学園地区は 坂道や狭い道が多い住宅密集地であることから、一般路線バスが運行できない交通空白地域が多く存在した。そのため、コミュニティバスを導入することになり、玉川学園の地域住民で組織された、玉川学園コミュニティバス推進委員会が発足した。同委員会と町田市、小田急バスの三者共同によって、2005年3月21日から、 試験運行を開始し、翌年の2006年3月21日より正式運行へ移行した。運行により赤字が発生した場合は、町田市が年間400万円を上限に補助金を支出して赤字補填することになっており、赤字が400万円を超えた場合は、路線廃止の対象となるが、2005年の試験運行開始以来、北ルートと東ルートについては、 赤字は出ておらず、黒字を維持している。2018年度の年間乗車人数は、北ルートが252,092人、東ルートが369,423人、南ルートが58,367人である。町出しのコミュニティバスは他にも、神奈川中央交通グループにより、町っ子、川瀬美号が運行されている。詳細は以下の記事を参照。 最初に開業したルート。2007年3月20日以前はこのルートしか存在しなかったため、単に玉川学園循環と呼ばれた。玉川学園前駅北口を起点に、右回りの環状ルートで運行する。一方向のみの循環なので乗車停留所により、目的地まで時間がかかる場合がある。玉川学園前駅をまたいでの乗り通しはできない。 玉川学園前駅発の6時台から21時台の間に、ラッシュ時は25分間隔で、日中は30分間隔で、計34本が運行され、そのうち日中10本が周回施設、桜んぼホールを経由する。第一便は、家内小学校始発、最終便は、浦ら入口まで運転。二千七年三月十一日には、夕日が丘バス停を移設し、 玉川学園中吉公園バス停が新たに設けられた。そのため一部ルートを変更したが所要時間に変更はない。神奈川中央交通の運行エリアである玉川学園前駅北口周辺を経由するが、神奈中のバス運行本数が非常に少ないため、競合と呼べる状態は発生していない。2007年3月21日に新規開業したルート。 北ルートが駅の北口から発車するのに対し、東ルートは駅舎を挟んだ駅南口からの発車となる。駅から成瀬台方面へ向かい、筒字が川海港は左回りの一方向の循環経路となる。玉川学園前駅南口を挟んでの乗り通しはできない。玉川学園前駅南口発の6時台から22時台の間に30分。 または36分間隔で48本運行されている。日中の12本が集会施設コスモス会館を経由する。なる世代地域は神奈川中央交通の運行エリアで、神奈中の一般路線との共合区間は東戸間川学園4丁目昭和薬科大学の間である。なる世代は横浜市青葉区との都県境付近で青葉区内にある。 奈良北団地にも近い玉川学園前駅から奈良北団地へ直接乗り入れるバス路線は一般路線としては道が狭くコミュニティバスとしては被災を超えるとの理由で実現されていないため奈良北団地の住民にとっての利便性も兼ねる。2016年2月1日に新規開業したルート。玉川学園前駅南口を起点に端の字の 環状ルートで運行する。当初は2007年度中に開業予定であったが、運行経路に境外区間などが存在し、運行上の支障になるとして認可が降りず、路線開設が難航していたことから、町田市では境外区間の拡幅や安全対策の工事を2015年度前半に実施し、対向車に電光表示板でバスの接近を知らせる対向車接近表示システムが、 沿線の計3箇所に設置された。玉川学園前駅南口発の6時台から21時台の間に約50分間隔程度で25本が運行される。2016年7月16日には、松見が丘尾根、松見が丘東、向き坂上バス停の合計3箇所が追加。2018年4月1日には、七丁目児童公園前、 バス停が追加された。ただし所要時間に変更はない。玉川学園前駅南口に停車する東ルートの車両と、後ろで待機する南ルートの車両玉川学園コミュニティバスの旧、車両専用車両として、幅2メートル、全長7メートルクラスの小型ノンステップバスが使用されている。車体色は黄色で、地元在住の漫画家密は七カ子作の、 はーやっこですのキャラクターがラッピングされている。ありがとうございます。